男性の正規ヘルペス。正規ヘルペスは、単純、ヘルペスウイルスによって発症する、神経性の不治かつ再発性の性感染症である。また正規ヘルペス症、陰部ヘルペスなどと呼ばれてきた。正規周辺にヘルペス生じ、宿手の不調などに再発を繰り返す。陰部に水泡ができ、痛みやかゆみを生じる。単純ヘルペスは、風邪や疲労等の免疫力低下により繰り返す。 再発性で、感知不可の病である。2020年時点で感染後は、抗ウイルス剤による抑制が最善の手であり、体内から完全なウイルスの駆除はできない。初回発病から1から2週間に最も重い症状が出て、全身倦怠感やリンパ節の腫れが起きる。正規ヘルペスは一度かかると疲労、風邪など病気、寝不足、重い生理など、 体調不良時に毎月から年に1から2回再発を繰り返す完全治療不可能の病である。特に無症候性キャリアや悪意ある感染者が成功相手に移したり、正規に触れた手で目を触ることで角膜炎を起こすこともある。性病感染拡散行為は深刻罪の障害罪として訴えることも可能である。感染した者は症状の重さにかわらず、 積極的に、抗ウイルス薬の適宜内服をすることが、他者に感染してしまう、無症候性排泄や、事故の再発等の予防の基本であり、抗ウイルス薬を内服する治療が推奨されている。単純ヘルペスも参照。ヘルペスウイルスか、アルファヘルペスウイルス赤に属する DNA ウイルスの単純、ヘルペスウイルスが原因となる。単純。 ヘルペスウイルスには1型と2型があり、更新ヘルペスは1型で、正規ヘルペスは2型に分類されるが、オーラルセックスの一般化により必ずしも分類はされない。単純、ヘルペスウイルスの形状は、電子顕微鏡で観察すると、まるで目玉焼きのような形態をしている。感染をすると、潜伏器を経て、水泡を形成する。初回の感染時では、水砲は数日で潰れ、 男性では、海洋状になり、病変から1週間後が、症状のピークとなる。女性では、痛みが強く、2から3週間で、症状は、自然治癒する。男性では、気頭、陰形。男性の同性愛では、肛門周囲や直腸に、女性では、陰神や、窒前提、エイ陰で、子宮や膀胱に達することもある。女性の初感染では38度以上の高熱が出る。 ことがある。感染したウイルスの排除はできないため再発しやすく、再発時はより症状が軽く、病変も少なく、1週間以内で治癒し短い、傾向がある。高齢や免疫不全ではその限りではない。また、患部近くの神経麻痺を起こす、可能性があり、肺尿障害や肺便障害などの機能障害をきたすことがある。 初感染者の相手の70%が無症状という報告があるので、無症候性正規ヘルペス患者が多い。固定したカップルでの1年間の感染率は10%。男女比の感染者割合は女性感染者の割合が多い傾向にある。正規ヘルペスではコンドームの使用。HSV-2 の感染は抗ウイルスの使用によって感染率が低下する。なお、 例えば、錠剤型抗ウイルス薬バラシクロビルの添付文書では、使用上の注意に薬使用中でも感染リスクは、あるため、コンドームなどの使用が推奨されると記されている。正規周辺に、特有の水泡と、発疹や浅い海洋による痛みやかゆみの違和感があり、診断は容易である。水泡内のウイルス細胞検査がある。不健性感染の場合は単純ヘルペス。 抗体血液検査で判断する。女性では、初回の2から3週間の症状は、抗ウイルス薬によって1から2週間となる。初発では、アシクロビルや、バラシクロビル、ファムシクロビルの5から10日の内服薬や、重症では、その注射薬。再発では、1日以内の服用の開始で効果がある。ため、戦駆症状の違和感のうちに内服できるようにすると、よく、 また、軽症では、アシクロビルの難航となる。2004年の唇8名、正規8名での小規模な比較試験では、同じ人で、再発ごとに、蜂蜜とアシクロビルを比較し、蜂蜜の方が、平均治癒期間、例えば正規ヘルペスの治療期間の指標では、アシクロビルで6.28プラスマイナス1.38日、蜂蜜で3.71プラスマイナス1.89日など、 発信の予防、副作用の点で成績が良かった。抗ウイルス薬を1年間、毎日定期内服することで再発を抑制する。ウイルスの排除は2018年時点ではできない。再発予防や、セックスパートナーへの感染リスクを有効に抑えられる、ことが研究で確認されている。また単純、ヘルペスワクチン及び分娩時に、 正規ヘルペス感染者の発症母体から新生児の感染を阻止するための局所感染予防薬や感知薬が研究開発中である。日本国内での研究では東京大学や大阪大学で単純ヘルペス感染の仕組みが解明されており、感知薬開発に向けての新しい治療法や感染予防法の研究開発に生かされている。最近の研究成果では、 東京大学で薬剤 ML-7 により単純ヘルペス感染予防のマウスによる動物実験に成功している。抗ウイルス薬の長期的な使用は薬剤耐性ウイルスが出現する可能性がある。単純、ヘルペスウイルスの特徴として所属神経節に潜伏感染して風邪や疲労等の免疫力低下により発症を繰り返す。現時点の治療では単純。 ヘルペスウイルスの再発治療や再発予防治療が主体である。なお、単純、ヘルペスウイルスが体から排除される、感知薬はまだできてはいないが、研究開発は行われている。正規ヘルペスウイルスの場合は、骨盤内潜水神経節に潜む。特に女性の場合には、月経が来るたびに、正規ヘルペスが発症し肉体的、精神的に追い込まれる患者もいる。 患者も医師も根気強い治療が必要である。14から49歳のアメリカ人の約16%が正規ヘルペスに感染している。8割が感染に気づいていない。HSV-2 の感染率はアフリカで50%を超えており、欧米諸国では20から30%、スペインやフィリピンでは10%前後となる。アフリカでの HSV-2 の 感染リスクは4人以上の性的パートナーの場合に60%を超えるが、米国では10の49人のパートナーでも約35%、2から4人では約18%となる。ありがとうございます。